ルンツェ県の一ルンツェ県はブータン東部の県。県とはルンツェ。2013年の人口は17,200人。ブータンで最も開発の遅れている県の一つ。道路は少なく、最初のガソリンスタンドは2005年9月に開業し、電力供給も不十分で、複雑な地形のために社会福祉が行き渡っていない。気候は良好だが、 インフラの遅れのために農業が発展していない。ルンツェは文化的にはブータン東部に属する。言語や生活習慣が西部の多数派のンガロプ人と比較される。東ブータン人は他の地方のブータン人に比べて酒の消費量が多い。ブータン伝統種のアラは米やトウモロコシを発酵、蒸留する。アラ製造は手法、品質ともに確立されておらず。 深刻な暴動が起きてからは、販売が禁止されている。しかしアラは、他のトウモロコシ製品よりも利益が大きいので、農家は法律改正を求めている。政府は、酒消費量の増加に伴う虐待や病気の増加を懸念しており、課税や規制を通して制御している。政府は、ルン世間のアラ製造、消費を徐々に減らし、最終的には、なくそうと考えている。 アラ製造はブータンの特に地方レベルで重大な問題である。しかしアラは宗教、医療行為に文化的に近い。2011年政府は酒制御規制を施行し、酒にかかる税金が3倍になった。その結果、酒の価格は上がり売り上げは下がった。ルン世間では多くの言語が話されている。東部では東チベット諸語のザラ語が話される。 南部では、ゾンカ語に似た、チョチャガチャ語が話される。クルト地方として知られる北部西部では、東チベット諸語のクルテップ語が話される。この地方が、織物産業が盛んで、現在の王家のワンチュク王家の故郷でもある。ルンツェ県は八つの村に分かれる。ルンツェ県のほとんどは、自然保護区である。北部のガングズル村、コマ村、 クルトエ村の一部はワンチュク百年国立公園に含まれる。南部のガングズル村、ジャライ村、メトゥショ村の一部はトゥルムシング峠国立公園に含まれる。東部のコマ村とミンジャイ村の一部はブムデリング長寿保護区に含まれる。これらの三つの公園は緑の回廊でつながっている。ありがとうございます。